マーク・フィーリー、マーカス・フィーリーは、マーク・フィーリーの愛称で知られるアイルランド人歌手。アイルランド共和国で結成され、UK など広く国外でも活動していた人気グループ、ウエストライフの一員。弟が二人いる。ウエストライフのメンバーの中でもソロパートが多く、2012年のグループ解散後は、ソロシンガーとして活動。2015年2月に第一弾シングルをリリースし、 同年10月にソロとしてのデビューアルバム Fire を発表した。2005年8月、フィーリーはイギリスのタブロイド紙ザサンにて自身がゲイであることを公表した。自身の性的思考を認識したのは14歳か15歳の時であったと語っており、家族やバンドのメンバー、親しい友人たちには以前から知らせていたというが、ウエストライフの一員として、 芸能活動をする上では公にしていなかった。また、この時のザザのインタビューにおいて、同年2月に解散した5人組グループ、V のメンバーで、プロの写真家となった、イギリス人、ケビン・マクデードと同年1月から交際していることも、明らかにした。ゲイドット・コムのインタビューでは、ゲイであることを誇りに思っていると語っている。イギリスでは2005年12月から、 同性カップルがシビルパートナーシップを結ぶことが可能となった。フィーリーはマクデードとのシビルパートナーシップに前向きな考えを示しており、2010年2月に両者の婚約がフィーリーのツイッターアカウントから告知されたが、2011年12月31日に両者の関係の終焉が同じくツイッターアカウントで告知された。ありがとうございます。